はい、アイスタディ X のレビュー兼ねてちょっと庭の散策をしてみたいと思います。トマトやばいねこれ、この枠の一番てっぺんまで来ちゃいましたね。昨日はこの下だったのですごい成長が早いね。これ縦に持つのが辛いですね。ちょっと待って、ポジションに戻しましたが、ウーちゃん、これ回転ですね。回転オフになってるのに回転しちゃいますね。ちょっとやの合うかな。下の方を見るには下持ちをしないとダメですね。縦に持ったまま下はちょっと難しいですね。ピントが合わない、ピントが合わない。 iPhone の方の問題かな。今前に障害物があるんでしょうがないですね。こちらもですね、よいしょ、ひっくり返っちゃいますね。画面プッシュでフォーカスが合います。はい、こちらの後から上の方も順調に乗っていってます。ちょっとやっぱりたびたびこの前後方向のこの動かし方でこうホームポジションがずれちゃいますね。ちょっとこの前後の動かしっていうのがこのジンバルでのちょっとネックになってしまいますね。あれ、フレフォローモードがちょっと違うのかな。パンフォローになってましたね。パン&チルトましょう。パン&チルトにしてないとちょっと姿勢の維持が難しくなってますね。このチルト方向の可動域が少ないのでちょっとパンフォローだと厳しい。これがユズですが、ここに実ができてきてますね。ピントも合わない。一緒に合ったかな。はい。ただ実は一個しかできてないのかな。他にもいくつか花が咲いてたんですけどね。結実したのは一個だけっぽいですね。レモンはちょっと今なりませんでしたね。今年はちょっと残念です。これはビワだったと思いますが、こちらも実がなりませんでした。こちらの桃は2つしかなりませんでしたね。ちょっと油虫がどうなってるかチェックですが、昨日ここにいたんですよね、アブラムシが。一応薬が効いたようですが、なんかでも卵みたいなのがあるな。血を取っておきます。うわー、これひどいな。ちょっとあまり気が良くないですね。まあアリが少ないのでまあ死んではいるとは思うんですが、一応取っておきます。ここ桃はかなりの数ができてますね。よいしょ、やっ
ぱたまにこうフォームポジションがずれちゃいますね。重みがこんな感じです。まあ、全部で20個ぐらいありますかね。このままは良かったですね。裏虫チェックしてますが大丈夫かな。結構 iPhone でもボケますね。やっぱオートフォーカスはこの賢さだというところもありますが、イチジクはこんな感じで実がなってきてますね。まあ、イチジクだとこうカミキリムシがいると大変なんですが、オートフォーカスはなんかいちいち指で刺さないといけないんで、どうやってうまくいくのかがちょっとよくわかんないですね。生垣はちょっと真ん中の生垣があんまり伸びてこないですね。この草ですね、名前がわかんないって感じです。もうちょこっと植えただけなのにすごい大きくなっちゃいましたね。でもみじがこのひょろひょろっと伸びてるのか、形が悪いですね。うまく切って形を良くしていかないといけないですね。で、椿が植え替えたんですが、ちょっと元気がないんですよね。下の方はまだあれですが、ちょっと上の葉がちょっと枯れてきてるんですよね。肥料を上げて少しは良くなってきたとは思うんですが、回復するかどうかというところですね。ちょっとパンフォローがうまくいってないですね。ポジションがずれてきちゃうような気がしますね。ちょっと追随速度を上げた方がいいのかな。もうちょっと試してみたいと思いますが、以上です。